大型のジープニー、ジープニー、またはジープニーとはフィリピンの全土で見られる乗り合いタクシーである。現地では単にジープと呼ばれる、マルチキャブと呼ばれることもあり、少し大きめのトヨタダイナ級のシャシーから派生したハイウェイジープニーという区分もある。車体形状は様々あり、キャブオーバーザエンジンのものも大小存在し、エンジンアクセスのためのキャブ前傾機構も残されているものがある。 鮮やかな絵柄が描かれることが多い。フィリピンのジープニーは多くが小型貨物自動車からの改造で作られることが特徴である。もともとは第二次世界大戦後にフィリピン中流アメリカ軍払い下げのジープを改造して製作されたのが始まりで、ジープと北米で乗り合いタクシーを意味するアメリカ英語、ジトニーとの合成語としてジプニーと呼ばれるようになった。運賃の安いジプニーは どこでも、庶民の足、典型的な自家用、ジープニー現在は主に、日本製の2の4トントラック用エンジン及びシャーシを利用し、フィリピン製のステンレスボディ、各種各サイズの中古部品を利用して作成される。乾燥端板クラッチのマニュアルトランスミッション車が100%を占めている。また、車両のオーナーは各車ごとに、独自の派手な塗装や、 カーアクセサリーで外装のデコレーションを競っており、これらの特徴のため一台として同じ車両はないと言っても過言ではない。ジープニーはその出自上に必ずボンネット型の車体であり、近年はピックアップトラックが改造主車に選ばれることが多い。フロントグリルは現在もジープスタイルに類するものが好まれている。客室面積を確保するためホイールベースは外して長い。 客室はトラックの普通2台の左右にベンチシートを向かい合わせに設置し運転席の屋根から一続きに車体後端まで伸ばした背の低い屋根がかけられる。後半張りの平らな屋根にはしばしば乗客の大量の荷物が積載される。側窓の有無は車両によるが設けられないことも多い。旅客は鉱物場面の開口部から上行する。16人乗りのものが多いが、 大型のものでは30人乗りクラスのもの。小型のものでは、軽貨物自動車を改造した10人乗りタイプもある。乗客が溢れるような場合は後部にぶら下がる客が出たり、屋根に乗り込んだりすることもある。この車体形状に対するフィリピン人の思い入れは深く、普通乗用車のシャーシにボディを乗せた自家用ジープニーも大量に存在する。このようなタイプを特にオーナー、タイプジープニーという。 窓や乗降口は開放型で雨天時はビニールカーテンを垂らすことで対応している。熱帯のフィリピンにあっても空調設備が装備されていないジープニーがほとんどだが都市部では窓や乗降口が密閉化されたエアコン付きのジープニーある。これとは別にエアコン付きの乗り合いタクシーも存在する。停留所メとロマニラにおいては感染をバスが受け持ち、ジープニーは その他のルートを受け持つ形をとっているが、地方においては1 0 0トルを超えるようなジープニー路線も存在している。各、ジープニーは決まったルートを往復し、車体にそのルートの出発地、主な経由地、終点が掲示されている。バス停に当たるような停留所もあるが、それ以外の場所でも自由に乗り降りできる。また、かなり細い道にまで網の目のように走っており、何回か乗り継げば、 ほとんどの場所に行くことができる、極めて便利な交通機関である。公式な路線図は存在しないが、日本の独立行政法人国際協力機構が、政府開発援助で作成したマカティ氏の路線図が、存在する。時刻表はなく、始発地において、ある程度人が集まり次第発射する。走行中も、天井を叩いて運転手に知らせれば、希望の場所で降車することができる。 派手なデコレーションと図色が特徴だが、2台と同じものはない。初乗りは9ペソ。運賃は運転手に直接支払うが、満席等で直接手が届かない時は、運転席寄りの乗客にお金を渡し、手から手へと運転手までリレーされる。お釣りがある場合には逆のルートできちんと帰ってくる。ほとんどのジープニーには運転手とは別に車両のオーナーがいる。運転手はオーナーに決まった。 車両借用料を支払い、客から受け取った運賃は自分の取り分となる。マクタ担当によく見られる小型ジップニー。ベースは鈴木キ,キャリー。台数が多いため排気ガスによる大気汚染の原因になっている。とりわけ、1990年代後期に日本で定置場所規制の対象となった小型ディーゼル車は、それ以前の NOX 排出系検索のために、黒煙は野放し状態にあった。 これらが大量にフィリピンに輸出されたことが現地排ガス郊外の主因である。2000年代に入り、メトロマニラでは排気ガスの出ない電動ジープニーの試験運行が開始されたという、整備状態は極めて悪く、ホイールナットが欠落した車両、折り返しごとに冷却水を補充しなければならない車両、シンクロ機構が摩滅してしまった車両などなど、公的な安全の下支えは皆無である。 ラジエーターホースの破裂と交換程度は、運転手が路上で修理をするのが普通であるし、完全に滑ってしまったクラッチの路上交換もしばしば見かけられる。また、運転手が少しでも稼ぎを増やそうとするために、客の争奪戦になりやすく、運転マナーは決して良くない。車線を無視した走行、無理な割り込み、道路の中央で停車するなどの行為が多く見られ、渋滞や、 事故の原因となっている。何らかの規制を加えようという動きもあるが、ジープニーに関わる就業人口が多いため用意ではないようである。日本では大阪府水田市の国立民族学博物館の東南アジアコーナーに常設展示されている。また、福岡市東区の貝塚公園や愛知県犬山市のリトルワールドにも保存展示されている。ありがとうございます。